長江は、青海省のチベット高原を水源地域とし、中国大陸の下中地域を流れ東、シナ海へと注ぐ川。全長は6 3 0 0トルで、中華人民共和国及びアジアで最長、世界でも第3位の大河である。中国国外では、最下流部の衣装である、洋子港の名でよく知られる。古語ではこう。翻訳する場合は、 町のみを翻訳しちゃん側とすることもあるが、甲が本来の河川名であることから、ちゃんちやんとすることもある。青海省の丹羅山脈から、チベット高原、四川盆地、三峡を経て、湖北省義省市に至るまでが、長江上流、義省から、厚生省湖高県までが、中流、湖港から、上海市の東、品海川口までが、下流にあたる。その流域には、 成都、武漢、重慶などの重要工業都市、上海、南京などの商業都市を含む中国の19の省があり、全流域の人口は4億5千万にも達している。古くから水上交易の盛んだった河中でも、中心的な交通路として利用されてきた。超高流域上流部は、金沙江、または、立川、下流部は、洋子港とも呼ばれる。 校舎は本来は、洋子橋という橋の名前だったが、西洋人により、長江全体の名前としてご用された。川と、江は、本来固有名詞であり、川は、廊下を、江は、長江を意味する。長江南岸の湿潤内ない那作地帯は、江南と呼ばれ、中国大陸南部の東海岸地域は、廊島となる。長江源流、丹田山脈の氷がチベット高原。 製造鉄道が上流を渡る。長江流域は中国中部、南部の広い範囲を追っており、源流から川口の標高差は5400メートルに達し、その地形も高原、終局山脈、低い山地、丘陵、盆地、平野など多岐に渡る。流域は西部の高原、高山地区、中部の中山、低山地区、東部の丘陵、平原地区に大きく分けられる。 まず、四川省の広本市と河岸市を結ぶ線から、西は高原、高山地区であり、さらに二つに分けることができる。すなわち、水源近くの標高を5000メートルから4000メートルのチベット高原を流れる地域と、四川省西部の標高を5000メートルを超える終極山脈に囲まれた険しい峡谷を流れる地域である。こうした山地はプレートがぶつかり合っている場所で、 地震活動も活発である。湖北省上洋市、義章市、外陸市より、西は中部の中山、低山地区で、さらに三つに分けることができる。北側の四川省、仙西省、湖北省をまたぐ新霊山脈、大友栄山脈、南側の湖北省、湖南省、貴州省をまたぐ学研山地、これらに挟まれた四川盆地の山地区である。儀章より、東は、 東部の丘陵、平原地区で、さらに三つに分けることができる。北側の万葉定山丘陵区、南側の江南低山丘陵区、その間の長江中華流平原区である。このほか、様々な平野や盆地に、これらを分けることができる。例えば、武漢周辺の長江と関水が交わるあたりの、江漢平原、湖南省の道帝湖平原、江西省の陽湖平原、 安岐省の倉庫平原、チャンスー省の長江デルタなどは、本流沿いの地形で、支流沿いには、寒中盆地、南洋盆地などがある。流域の周りは山地に囲まれている。流域の北には、金籠山脈、バヤンカラ山脈、新麗山脈、大蜂江山脈があり、南には、南麗山脈、部位山脈、天目山脈がある。青海省南部には、 長江の源流とされる三つの川がある。一番の源流が、丹田山脈の氷河に発するたたが、南の源流が丹田山脈東部の広大な沼地帯に発する東京区、北の源流が野生生物の多いフフ知る山地に発するスワエメシカ、川である。これらの川は丹田山脈の北に広がるチベット高原北東部の地帯の峡谷を流れる。 途中で、タタ川当局と合流して、通天河となり、極朝来県の西部で、スワイメジ川とも合流する。通天河は、タタ川と当局の合流地点から玉巻、チベット属自治州の波頭河口までの八百十三キロメートルの区間である。波頭河口からは、近祭と名が変わる。長江の源流については、長年考察が加えられてきたが、秋夜に地理学者、 ジョカスミキが、金斎を源流とする論考を残し、さらに信代には、通天河の存在も知られるようになった。1956年と1977年の、長江源流域調査により、戦うが、長江の源流と定められた。上流の金斎。雲南省の虎とべきょ雲南省霊高市石古鎮で、南向きから北向きへ180度流れを変える金、斎金斎は、 長江の上流部であり、青海省西南部の玉木チベット属自治州の波東河口から四川将棋品種の民港放流点までを指す。全長は2 3 0 8トル流域面積は34万平方キロメートルで、落差は3300メートルに達する。チベット語で立地川と呼ばれる川と部分的に重なる。民港と近祭が合流し、 流れが始まる地点青海省西部で発した後、南の混ン,ン山脈へ向かい、青海省とチベット自治区の境界をなす、丹羅山脈の北陸を流れ、チベット東部のカム地方を東西に2分している。統計97度、北緯27-37度付近では、中国の行政区分でいう、チベットと四川の境界となっている。また、四川省から、 雲南省にかけての終局山脈地帯では南東へ流れる金斎と乱走港、土港がそれぞれ深い谷間を刻みながら平行に流れ三重平流を成している。この三重平流部分の参加線間の距離は小さく、金斎と乱走港が最も接近する地点では 37km しか離れていない。雲南省のシャングリラ市から極良な市族自治県の間では金斎は トラトベ京と呼ばれる大峡谷を流れている。左岸には、高智江雪山、右岸には、玉竜雪山という5000メートル級の鉱山がそそり立ち、川の両岸には、落差2000メートルにも及ぶ断崖絶壁が迫っている。ここまではほぼ北から南へと流れていた。近彩は、霊光士の玉稜なし属地地権石古鎮において、流路をほぼ反転させ、 南から北へと流れるようになる。この大蛇行は、長江第一湾と呼ばれ、観光名所となっている。ここでの流路変更が、地図上ではあまりに鋭角で不自然な流れであることから、河川争奪が起こり、そのまま南へと流れ、黄河となっていた上流部が長江へと奪われ、東へ流れるようになったという説が提唱された。この説に対する反論としては、 石膏のような高度の高い高原においては、河川争奪は起きにくく、また南へと続くルート上の堆積物と、近社工場流域の地質が全く違うことや、現在の流路と地質構造線が一致していることなどが挙げられる。この長江第一湾は流路の大きな転換点であり、ここまで南へと流れていた長江はここから基本的には、投流するようになる。近祭は、 吉枝花市において宮尾港を合わせる。吉枝花市は1965年に建設された新しい都市であり、吉港集団を中心とする鉄工業を基盤とする。また、吉枝花市は長江本流沿いの大都市としては最も上流に位置し、置市、青根線がここで、金塞を渡る。さらに、東へ流れる金塞は、山岳部を抜けて、四川盆地に入り、 義阜氏の民港口で民港と合流し、長港と名を変える。長港中流に面する湖北省義阜市義阜から湖北省義阜市まで四川盆地や山峡を流れる長港上流は四川を流れることから俗に川港と呼ばれる。険しい山岳地帯を流れてきた源流部とは違い、義阜より下流は流れも緩やかになり、船の航行も可能となる。義阜からは、 四川盆地の南沿を流れ、重慶市に達する。重慶は、南西から流れてきた長江と、北から流れてきた下漁港が合流する地点に発達した都市であり、四川盆地東部の中心都市として、また大型船舶の終着地点としても重要な役割も果たしている。三峡ダムの建設によって、 それまで3000トン級の船しか遡上できなかったのが1万トン級の大型船舶まで重慶に航行できるようになり、河口都市としての重慶の重要性はよりました。重慶市中心部を過ぎると、四川盆地は終わり、両側には険しい山岳が迫るようになる。重慶市宝雪圏の城定城を過ぎると、偽章市までの間は、九東京、不京、西梁京の三つの大強国。 いわゆる山峡が 120km にわたって続き、重慶から長高山峡下りを楽しむ観光客も多い。 三峡の終点である偽証市には2012年に三峡ダムが完成し、膨大な電力を生み出し流量を調節している。一方で、このダムの完成は、継承地であった三峡の風景を変化させ、また上流に住む140万人の住民は移住を余儀なくされることとなった。この三峡の終点までが長江の上流域となっている。 古北正規大菓しから望む長江と対岸の学習し、義章から高生省旧江市までの長江中流は古代の慶州を流れることから俗に、京江と呼ばれる。京江は長江中華流の平原地帯を流れるために、川口よりもさらに緩やかな流れになる。古来より幼章として栄えた高料市を過ぎ、竹陽市で長江本流は同帝湖に接する。 もっとも、高梁付近から竹火までの間では直接の接点以外にも4本の支流が超高本流から銅帝湖へと流れ込んでおり、銅帝湖に供給される水量の半分は超高から流れ込むものである。このため、銅帝湖は超高の有水地的役割を果たしており、増水期には通常時よりかなり面積が増大する。一方で、 長江上流から流れ込む膨大な土砂と干拓は、洞庭湖の面積を縮小させ続けており、現在では通常時は東、南、西の3つの湖に分かれてしまう上、え、増水時の面積でも半分以下にまで減少し、溶湖に抜かれてしまった。竹養氏の長江と洞庭湖が接する地点に建てられた竹、溶路は雄大な景観で知られ、少々発見の一つにも数えられ、また、 徒歩や毛光年、藩中円などの名だたる詩人がここで多くの詩文を生み出した。竹火で長江本流は北東に転じ、その下流には石壁があり、ここで208年に曹操軍と孫権、劉備連合軍の間で石壁の戦いが起こった。そこから下流に行くと長江は西から流れてきた関水と合流する。この合流地点は、 水陸交通の交わる要衝であり、長江と寒水によって分けられた北の観光、西の観葉、南の武将の三都市が発達していた。武漢三鎮と呼ばれた、この三都市は1926年に合併して武漢市となり、長江中流域最大の都市となっている。武漢で長江は南東へと転じ、厚生省の旧江市で、再び北東へと転ずる。この旧江市は、 陽子と長江本流との接点にある都市である。陽子は、道帝湖と同じく、長江の遊水地的役割を持っているが、近年では、道帝湖と同じく面積縮小が起こっている。旧江から先は、長江下流であり、特に、チャンス省陽州市から、鎮光市付近、及び、それより下流では、かつて、陽室渡し口という渡しがあったことから、陽子江と呼ばれていた。 これが中国国外で長江を指す言葉としても用いられるようになっている。旧江からは長江は北東に再び展示、南京で東へと向かう。南京は陸朝や民などの核王朝が都したことであり、江南のみならず長江流域の政治的中心の役割を幾度となく握ってきた。南京より下流は長江の河口をるた地域となるが、この 長江の流れるチャンス省南部に、戦闘交流域の石膏省北部を加えた地域は、長江デルタと呼ばれ、中国総人口の10%、中国国内総生産の22.3%を占める中国最大の工業、経済地域となっている。そして、長江の河口に位置するのが、中国最大の都市である上海である。上海は、 朝光水雲と海雲との結節点として、急速に発達した都市である。河口には巨大な中石島である、数名島が浮かんでいる。紀元前1万4000年頃から、朝光文明と呼ばれる文明が、流域に成立し、北の高河文明と密接に関係しながら、成長していったが、やがて高河文明と融合するようになり、春秋時代には、上流域に、ともえ、 中流域に、スワエ、下流域に、クレ、エッツなどの国家が成立して、高河流域の諸国家と争った。戦国時代に入ると上流域は旗、中下流域は蘇が制したが、やがて旗が、強大化し、紀元前223年には旗が蘇を滅ぼして、長高流域はすべて真の統治下に入った。以後、幾度も王朝の交代はあったものの、基本的には、 甲賀流域と長江流域は統一王朝の下に置かれることとなった。五漢王朝が滅亡し、222年に県業に都した後が成立すると、280年に後が真に滅ぼされて一度は統一されるものの、新王朝が八王の乱によって混乱した後、滅亡する。独自の文化が花開いた。下北が五個十六国及び北朝時代を通じて、 北方遊牧民族系の王朝が交代したのに、大使、南朝は一貫して、漢人王朝であった。南北朝を統一した隋は、高河流域と長江流域を結合させるため、610年に大運河を完成させた。この運河によって、長江と黄河は結ばれ、特に、長江下流域は、経済的に大発展して、中国の経済的な中心地となった。 東大にはすでに経済の中心は、長江下流域に移っており、ここを握っていたことで、安史の乱によって衰退した、東王朝は、乱後もなお一世紀以上存続することができた。唐が、高層の乱によって衰退して滅亡すると、長江上流域には前、諸区及び後、諸区、中流域には、京南及び諏訪へ、下流域には暮れ、南東及び越といった国々が割拠して、 高河流域を抑えた各王朝と対立した。中でも南東は、蘇谷を滅ぼし、中原王朝と十分に対抗できる力を有していたが、公州の清掃によって958年に敗北させられ衰退した。これをきっかけに公州は強大化し、最終的に公州を継いだ総王朝によって、長江流域の小王朝は次々と滅ぼされ、七十八年には、 長江流域最後の独立王朝だった後越が降伏して南北は再び統一された。1126年に北宋が金によって滅ぼされると宋は南戦し、1127年に南宋王朝が成立して再び長江流域と黄賀流域は分裂した。南宋時代には長江流域の開発がさらに進められ、経済的には絶頂を迎えた。 長江下流域の穀物生産が伸び、公設熟すれば天下たると称されたのもこの頃のことで、ある。やがて金を滅ぼした元が侵攻し、1279年に南宋は滅亡した。元が水亡すると、長江流域には、古北の陳友良、周喜びの大祖公文威蘇州の長島ことの三人の軍友が並び立ったが、大祖公文威が、両勢力を滅ぼして、 長江中華流域を統一。この地方の経済力を背景に北伐を行って元を期待をやり、1368年に中国を統一すると、衆喜びを王天府と改めて首都に定めた。長江流域から起こった王朝が中国を統一したのは、これが唯一のことである。この名は大祖皇部帝、剣文帝の2代にわたって、 大天府に首都を置いたが、西南の変によって定位を奪った永楽三角は1421年に首都を再び北京に移し、長江下流域は再び経済のみの中心地となった。明朝期には、長江下流では商品作物の栽培などに重点が移って穀物生産が低下し、代わって長江中流域に穀物生産地が移動して、 ここを熟せば天下たると呼ばれるようになった。真の時代も19世紀半ばを過ぎると統治が緩み始め、長江流域も混乱に巻き込まれることとなった。1851年には、江州前によって太平天国の乱が起き、1864年に滅ぼされるまで長江中華流域の広い範囲を支配下に置いた。19世紀末になると列強諸国が中国を、 各国の勢力範囲に分割する中、超高流域はイギリスの勢力範囲となった。1911年に武将で武将起義が起きたのをきっかけとして、侵害革命が起き、新朝が倒れ、中華民国が成立すると市とは当初南京に置かれたが、遠征外によってすぐに北京へと遷とされた。後に、蒋介石政権は南京を首都とし、日中戦争時は、 重慶へ疎開。第二次世界大戦後に成立した中華、人民共和国は北京を首都としている。超高流域の降水量は全般に多く、年間降水量が1000ミリメートルを下回るところはほとんどない。原流部を除く流域の大半は温暖湿潤気候に属し、上流部や周辺部には一部温帯がう気候地域も存在する。 黄河流域と超高流域は大体心霊、ワイガ線によって分割されるが、この線は年間降水量1000ミリメートル線とほぼ一致しており、そのためこの線の南北、すなわち黄河流域と超高流域では、四国や農作物、それを栽培する農業全般、さらには文化全般に至るまで様々な違いがある。 高河流域が畑作を基盤とした区域であるのに対し、長江流域は水田を基盤とし、米を主国として栽培する。長江流域では、果物は柑橘類を中心にしている。絶えず、旅をするという意味の南仙北馬という言葉が表す通り、長江流域では、陸運よりも船などを利用した水運がどちらかといえば、歴史的に盛んであった。高古市の長江の堤防、 重血吸虫がいるため、人や家畜が水に入ることは固く禁じられていると警告されている。長江は全域が湿潤な地域を流れるため、半乾燥地域を流れる北の黄河に比べ流量が非常に多い。黄河では近代以降水路としての重要性が急速に低下したのと比べ、長江は現在でも交通路として極めて重要である。 かつて1万トン級の大型船舶は武漢市までしか航行できなかったが、三峡ダムの建設に伴い、重慶市の中心部まで1万トン級の船が遡上できるようになった。また、豊富な水量を誇る長江に比べ、北方の高河流域は気候も乾燥している上に人口に比べて水量が少なく、河北平原や北京などでは水不足が問題となっていた。 これを解消するため、長江から取水して、黄河流域へと水を送る南水北町計画が立案された。この計画は1952年に毛沢東が構想したものが起源であるとされるが、着工は2002年までずれ込んだ。この計画では、長江の取水口及び北方への送水路は、西線、中央線、東線の3ルートが計画された。東線はほぼ、 川口部にあたるチャンス省の揚州市から取水し、大運河に沿って、ポンプで揚水しながら、北へ送り、黄河の下をトンネルでくぐって、河北平原へ給水し、天津島で水を送るルートである。中央線は、長江中流部に注ぐ支流の観光に、丹江口ダムを建設し、ここから北へと送水する。このルートでは、低収市で黄河を越え、 河北平原西部に給水しながら、北京へと到達するルートである。祭線は、長江上流の通天河と支流の宮尾港、大都河といった、源流部にある諸河川にダムを建設し、ともえ川各へしゃげ山脈にトンネルを掘って、黄賀上流に直接水を流し込むルートである。このルートでは、黄賀の水が直接増加するため、黄河上流部各省のみならず断流に苦しむ。 高河自体の水量調整も期待できるルートである。しかしながら、この3ルートにはそれぞれ弱点があった。東ルートは、水量は多いものの、長江の末端部分から取水するために、長江の水が汚染されており、浄化に多大なコストがかかることや、地形的に水を組み上げる必要があるため、運用コストがかかること。 中央線は、やや高地から取水するため自然流下で北京まで送ることができコストも安く、水質もきれいだが、水路が長大になること。西線は、水量も水質も良好だが、巨大山脈を貫通するトンネルを掘らねばならず、また貴重な自然の残る超高上流域の環境を破壊することが懸念された。こうした、中高寺は2002年に、東線、2003年に、 中央線が着工され、2014年には中央線が開通して送水が開始され、水が河北、北京へと送られるようになった。しかし、この計画によって、長江流域の33万人の住民が移住を余儀なくされた。また、再生は、その工事の難易度や環境への影響などから、未だ着工されていない。しかし、南水北町によって取水される。 長江自体も流域人口の増大や経済成長に伴い水量の不足が懸念されるようになってきている。源流域のチベット高原では重要な水源となる湿原の消失が続いており、長江や黄河といった大河川の水量への影響が懸念されている。長江の水量は基本的に多く安定しているものの、毎年のように水害や逆に渇水に見舞われている。 1998年には大洪水が起き、8400万人以上が被災した。2007年には夏季に水害が多発した。一方、3ヶ月後の2008年1月には干ばつによって、水位は過去140年間で最低レベルに下がった。上流域においては、森林の乱伐が進み、土砂が大量に長江に流入するようになった。 これにより長江の土砂量は激増し、非常に大量の土砂を運搬する黄河のようになると危惧されるようになった。1998年の長江大洪水もこの森林乱伐による上流の保水量の低下が原因として挙げられており、これ以降中国政府は上流地域において太古、神林やら地への植林を積極的に進めるようになった。また、 長江の特に下流域においては、水質の悪化も深刻である。2006年に長江に排出された汚水の総量は305億トンに達し、20年前と比べると倍増している。長江にはいくつかの固有種が生息しているが、開発の進展に伴いこれらの貴重な生物の生息環境が大幅に変化し、いくつかの種は絶滅の危機に比している。特に下流域に、 主に生息していたヨースコーカーアイルカは2006年に6週間の調査にもかかわらず1頭も確認することができず、絶滅が懸念されている。同じく絶滅が危惧される長江ウウのスナメリに関しては2012年に生息数の調査が行われた。カラチョウザメも長江ウウに生息しているが2014年の調査では自然生殖が確認できず、 絶滅の危険性が増大したと考えられている。長江では約30万人が漁業に従事しているが、魚類の種類、数の減少が深刻であるため、中国政府は2021年から10年間、長江を禁量とする措置を導入している。雲南の峡谷地帯を流れる近西儀省市付近の河市南京付近の長江を行き交う船、広報港歩行が、 長江の最下流に合流する場所にある港湾地帯長江を渡る多数の橋、トンネル、私がある。主なものを下流から上流の順に上げる。ありがとうございます。